はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の直線の方程式丸3をお送りします。で、今回はですね、対象な点ということで大きな問題がパーンってあって3つね、問題が入ってる感じになってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ほんとね、問題シンプルです。まず、その次の直線、こいつらね、に関して、3の1と対称な点を求めようという問題。で、1番なんですが、これ一応ね、入れたんだけど、これ速攻終わります。これ答えだけ書きますね。これは、3のマイナス1です。以上。で、一応なんでかってね、図を書くとこれは分かりやすくって、適当にね、X 軸と Y 軸を書くじゃないですか。で、X 軸も直線だからね、一つのね、Y イコール0なので。で、3の1が、この辺にあると大体ね。で、X 軸と対称っていうのは、X 軸の反対側に移るから、ここだよね。ここ。で、対称だから、もちろん、上のこの距離と下のこの距離が同じになると。だから、3はね、X 座標は変わらないよね。まっすぐ降りてきてるから。ただし、y 座標がひっくり返るので、1がマイナス1に変わるよって。で、今回問題ではないけど、y 軸とじゃあ対称の点って言われたら、こっちに跳ねてくるので、y 座標は変わらないんだよ、1で。でも、x 座標の符号が変わるよっていう。そう、だから x 軸に対称だったら、y 座標の符号を変えればいい。y 軸と対称だったら、x 座標の符号を変えればいいっていう感じなんだけど、一応こういう理由があってなってると思っておくといいですね。で、これが1番。で、こっからがね、次から本番という感じなんですが、で、2番が今度 y イコール x に関して。で、板書がちょっと多いので、ここスタートでちっちゃな字でいきますね。2番いきます。で、これもどういう状況か、ちょっと簡単にね、書いてみると、もう一回ね、x 座標じゃないや、x 軸と y 軸があると。で、y イコール x だから、こんな感じですよね。で、3の1がこの辺にあると。だから、この直線に関して対称に移るんで、この辺になります。で、こことここの長さは同じ。ちっちゃくてごめんね、図が。ちょっと見にくかったらね、拡大、パソコンだったら拡大して見てみてください。で、これでまず何やるかっていうと、求めたい点、座標を文字で置きます。だから、じゃあ今回は、求めたい点をって書いた方がいいんだけど、ちょっと幅的にあれなんで、AB と置くって書かせてもらうね。これ求めたい点ね。AB と置くと。で、やることは2つです。で、まず1つ目が、これ図からもわかるように、この3、1と求めたい点の AB、これの中点って絶対その直線の上に乗りますよね。なぜなら、ここがちょうど対称な軸になるので、折り返す時の線になるから。だから中点がここに乗ると。つまり、まず3の1、A の B の中点の座標。中点は足して2で割るだけだから、2分の、ちょっと3が上がったな。2分の A 足す3と、2分の B 足す1。これが、y イコール x の上にあるんだよね。の上にあるので、で、その座標が直線の上にあるときっていうのは代入して OK なんだよね。その直線のある式に。だから、もうそのまま代入する。y のとこにこのこっち。x のとこにこれを代入すればいいので、2分の、b 足す1イコール2分の a 足す3となります。で、これ両辺2で切ってやって整理すると、左に A 持ってきて右に1とか持ってくるとね、マイナス A プラス B イコール2となります。ちょっとまとめ方によって符号ねちょっと変わると思いますけど、こんな感じになる。おそらく A マイナス B イコールマイナス2とかなる人もいると思うんだけど、こうなったと。これが1つ目やることの中点がその直線の上に乗ってますよねっていう。で、もう一個やることは、今度はね、前回勉強した垂直のことやるんですけど、
今この y イコール x の直線とこのね3の1と求めたい ab を通る場合この直線としようか。これって必ず垂直になります。これも小学校の時に勉強してる対称な軸っていうのをこう折り返した時、これと対称な軸とその点をつないだこの線は絶対に垂直に交わるので、いい？だからここの直線の傾きとこの直線の傾きかけたらマイナス1になるんだよ、垂直だから。でこっちは傾き1じゃないですか、これないけどね1ってことはこっちの傾きがあと分かればいい。で傾きっていうのは x の増加量分の y の増加量ね、前出てきたね、やるので、まあ、どっちから引いてもいいんだけどこっちからいこうか。 a-3 だね、まず xa-3 これが x の増加量分の今度 y を引くから b-1 です。いいね、 x の増加量分の y の増加量、これがこっちの傾きで、それかけるこれ1だもんね、1、これが -1 ですね。傾き同士をかけたら -1、 これが垂直のルールだから。でこれはまあ両辺に a-3 かけてしまっていいよねのはやりやすいかなと思うので、まとめるとちょっとやろうか、これ b-1 イコール -a+3 なので a+b イコールこっち持ってくれば4か。であとはこれとこれを連立で解いてください。いいかな。でちょっと計算幅が微妙な気がするけどここでやろうか、両辺足せばいい、もういいか、両辺足せばいいから、足すと 2b イコール6なんで b イコール3で b が3だから持ってきて、どっちもこっちか、 a イコール1だね。で出てくるので最後求めたかった対称な点は1の3でしたよって、これで終了となります。いいかな。でおそらくテストで出てくるのはこっちです、形としては。まあ、φ イコール x はなかなか出てこないですね。はい。でも、なんで今回これ取り上げたかっていうと、まずこう図と、まあ、イメージをしながらね、こうやることを確認してほしかったんです。中点が線の上に乗るよねと。もう一個は傾きかけたらマイナス1だよね、垂直だからっていう。で、それを同じことをやります、こっちでも。で、こっちやる上で、ここ傾き使うじゃないですか。だからこれ y イコールに直します、まず。どうせ傾き出てくるので。で直すとちょっとこっち行こうか、-6y こっち持って、うん、-4x-7 で -6 で割るから3分の 2x+6分の7、だから傾き3分の2ですね。これを後で使います。で3番、こっちも ab でいきますね、 ab と置くと。で今回は図は書きません。もうね、中点がその直線の上に乗るっていうのが分かってるので、だからまず中点この AB と31ね、さっきと同じだよね、2分の A プラス3と2分の B プラス1か、これが 4x-6y7 イコール0乗にあるので入ってるってか全然入ってないあるので、だからこの x と y をこの直線の xy に代入して OK です。で一応ちゃんと書こうか、4×2分の a+3 でしょ、-6×2分の b+1 +7=0 と。で、こう約分しちゃって2、約分しちゃって3。で、ここ、分数から降りてくるから必ず括弧を忘れないようにつけて、で、分配すれば、2a でしょ？で、ちょっといい？こう 2a 足す6、いや、さっき b やろ。-3b だから、で、定数項が、待って、6でしょ？-3で3で7があるから、プラス10か。で、まあ、連立あたり解くから、10右辺に持ってきて、-10ってしとこう。これがまず一つ目の式ですね。で、もう一個はさっきやった傾きの方です。で、傾きは、この AB と31、ね、この状態だね。この直線の傾きとこいつが垂直になっているので、まあ、さっきと同じですね。今度傾きが、X の増加量
分の y の増加量、ね、どっちからでもいいです。これ 3-a 分の 1-b でも OK です、ね、でこれかける3分の2、これがマイナス1になります。でこれを慣らしていくと、これねくっつけると、まあこうなるんですよね一応。で両辺に丸ごとこれかけちゃうのが楽かな、やり方としては。2括弧 b マイナス1でこれかけてこっち消えちゃうのでマイナス 3a マイナス3とこれ丸ごとかけてこっちに移ってくる感じだね。でこれを整理すると、はいどうしようかな、マイナス 3a だから持ってきて 3a プラス 2b イコール、ここにプラス9がいてマイナスだから持ってきて11か、ほいという感じで、こいつとで、あとこいつか、この2つで連立方程式を解けば OK となります。幅的にいけそうかな、ちょっとやるか。で、あ、揃ってると思ったら揃ってないんだね。どうしよっかな、 A を揃えよっか。じゃあ3かけて、今回番書ぐっちゃぐちゃでごめんね。 6A-9B イコールマイナス30、3かけたもんねこれに。でこっちは2をかけるから 6A プラス 4B イコール22と、はい引こうと、マイナス 13B で、おでかっ、マイナス52、あでも52、13で割れるもんね、4か。ってことで B は4で、片方出てきたからどっちでもいいんですけど、こっち行こうか、2子が8持ってくると3で、 3A イコール3だから A イコール1だね。で出てきましたので最後答え1の4と、これで終了となります。ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですが、やることをもう一回確認、最後にね確認していくと、まず、求めたい点を AB 文字で置きます。でそこの AB 求めたい点と、もともと指定されている3の1、それの中点がこの直線に乗るので、中点がこれ上にあるから代入、中点がこれ上にあるからこことここに代入して一回整理します。それが1個目の式になる。で次が傾き勝負で、もともとあるこの傾き、こっち1だね、でこっちは3分の2だね、そいつとこの傾きが垂直だからかけてマイナス1で、この傾きは x の増加量分の y の増加量だから x 座標ね a-3 で y 座標は b-1 だからこうなると。もちろんさっき途中でも言ったけど 3-a 分の 1-b でも OK です。答え同じになるからね。で、あとは連立で解けば OK となっておりますので、まあ、こんな感じでね確認してみてください。では今回は高校数学数2の直線の方程式丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回なんですけど、まあ、丸4なんだよね、丸4なんだけど、ちょっとサブタイトルというか、ここにちょっとタイトルがついて、点と直線の距離編というのをやります。で、これ点と直線、つまりこの点とこの直線までの距離を求めるんですけど、これ応用問題とかでめっちゃ使う、すごい大事なとこになりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。